そう。詰められたらダメなんだろ。詰められないように普通にした方がいいよ。はい、お前に詰められるとか大事だから。詰められないなんておめえよ。だから繰り返しにおめえ立候補するような小僧がおめえ何でしゃばったこと言ってんのお前。でしゃばってるとかじゃなくて小僧じゃないでしょ。出れないぐらいじゃないか。だからおめえわかんねえじゃん。議員候補のね、あの立場っていうのを分かってねえんだろ、お前。国家試験も受かんないぐらいの、ね、お前がこそ年下なことなのに、ね、うん、でも言いたいやつに、言いたいやつに言わせてやるよ。演出なんだろ？それが必ず天罰、お前報いが来るから必ず。だからそういうふうに考えてること自体でお前は狂気なんだよ。狂気じゃないよ、普通だよ。狂気だよ。必ず来るよ、報いは。狂気？うん。悪人悪化だよ。必ず悪いことすればいいの、横暴だよ。な、自業自得になるから。お前は狂気だよ。狂気じゃないよ、別に。お前、区議会議員なんかいけるわけねえだろ、バカ。そういうふうに言ってればいいじゃないか。やってみろ、結果出してみろよ。うん、そうだな。普通になんかやってるから。じゃあ、お前よ、な、じゃあこうしようぜ。選挙の結果が分かった瞬間に、俺のとこに出てくれよ。いいよ。お前のとこに出ないよ、別に。お前に協力してるわけじゃないから。笑ってやっから。うん、いいよ別に笑ってればいいじゃねえかよな。何そういう時だけあのうじうじしてんの。してねえよ全然。明け試合の時だけはうじうじか。うじうじしてないから別に。うじうじしてんじゃん。じゃあだったら堂々と出てこいよ。お前に協力はしねえって言ってんだよな。そんなあの礼儀礼節も知らねえ男とはな。お前なんか男じゃねえじゃん。かまやろうだろな。お前がヘリクスなんだよ。洗い物の探し屋ね。かまやな。狂気だとか言ってて、じゃあその狂気がな、天罰が落ちることを祈り願ってるよ。じゃあな。本当だよね。ひなちゃんと、はい、来たこれ来たこれ。